ジャック戦、これで復活全然ルール覚えてない。これ一回死んちゃうか普通やったら、ここはフータさんはその辺にいんのかいな。でこの間でも俺来た時一回復活ありやったのに一回で死んでたしな。あ、フータさん上行ってもうたな。15分見えへんな。ま、復活は死んで帰ってくるときに誰かに聞くしかないな。ま、フルオートありやからな。さあ、皆さんカメラつけてよ。あれが行くまでは始まらへんわ。マックさんはもうエコな感じですか。エコ、いや、これで ここの醍醐味はあそこでロープ掴んで登るっていうところがあるんですけど、ね。まあ、下はもうバリケードで顔出しながら打ち合いって感じなんで。いや、横取れるから結構横から打てる感じ。打てるのを目指してこう登るんですけど、僕は際限なく多分めっちゃ上の方行きます。まあどんな感じかでも見えはったやばいなと思ったらやめてもええと思うし。前もどっかで山登りフィールドみたいなのがあっても、あもうロープ垂らしてあります。あこれ何戦？殲滅戦？殲滅フラッグ戦やと思うんだけど、どうやってフラッグ取ったらいいか分からへんちゃう。フラッグがそもそも、上のね平らなとこにあるんですけど、これはカートのとこにあるんちゃうかな。誰も分かってる。フラッグ戦っすけど。うん、多分ないと思う。まあ、これ何戦かわかります。フラッグの取り方も知らんのにこれ。あゴーゴー。え、もういるの。ここトラウマや。スリングを忘れてここ行っていい。スリングのあるところ登るしかない。じゃあ、やばい。
しゃ、ありがとうございます。6分しかないで。かなり迂回してるでこれ。俺らもう間から出るか。
あ、来た来た。死んでますよー。